中華人民共和国憲法、中華人民共和国憲法、中華人民共和国憲法、中国語、カンタ語艦ザ、中人民共和国法は、中華人民共和国の最高法規である。1949年9月、北京で中国人民政治協商会議が開催され、統一戦線の代表により新しい政権建設についての話し合いが行われた。 この会議において、臨時憲法にあたる中国人民政治協商会議共同領が採択され、9月29日に交付された。同年10月1日には中華人民共和国が成立した。この共同公領では、中華人民共和国を新民主主義すなわち人民民主主義の国家と規定した。このことは、同公僚第1条が中華人民共和国は新民主主義。 すなわち、人民民主主義の国家であって、労働者階級が指導し、労働同盟を基礎とし、民主的諸階級と国内諸民族を集結した人民民主主独裁を実行し、帝国主義、封建主義、官僚資本主義に反対し、中国の独立、民主、平和、統一、および普及び不協のために奮闘すると規定していたことからも伺える。この定義は、 現在も承継されている。1954年9月20日、第一期全国人民代表大会の第一次会議において、中華人民共和国憲法、54年憲法と略する。全106条からなるが採択され、即日交付された。ソ連の1936年憲法、いわゆるスターリン憲法を反に取るが前提となる、中国社会自体がまだ社会主義段階に、 到達していないので、社会主義への過渡期という歴史段階に対応する社会主義型の件として成立した。同時に、社会主義建設という目標と中共の指導的地位を明示し、共同綱領の時期まで維持されてきた人民民主統一戦線体制に事実上終止符を、うち新たに中共による一党独裁制を成立させた。第一条は、 中華人民共和国は労働者階級が指導し、労働者と農民を基礎とする人民、民主主義国家である。との規定を置いた。すなわち本五十四年憲法は、共同綱領と同じく中華人民共和国をして、労働者階級が指導し、労農同盟を基礎とする人民民主主義の国家と規定しつつ、共同綱領にある新民主主義の文言は削除されている。 なぜなら、それはもはや民主的諸階級、重力を結集した人民民主主義独裁ではなく、社会主義の実現を目指して階級を廃絶するための人民民主主義独裁でなければならなかったからである。また、共同綱領が、労働者、農民、小ブルジョアジー及び民族ブルジョアジー経済的利益と、その私有財産性を保護し、 新民主主義の人民経済を発展させるとしていたのに対し、本54年憲法は社会主義的工業化と社会主義的改造を通じて、作取制度の全次的消滅と社会主義社会の建設を保障すると規定して、社会主義化の方向を明確に打ち出した。ただし、この社会主義への過渡期においては、資本主義的工業に対して利用、制限、 改造の政策を取りとして、一定期間内の買い戻し主を実施し、その間は、資本家の生産手段の所有権及びその他の資本の所有権を保護すると規定した。従って所有制としては、全人民所有制の国営経済が国民経済の指導力であり、国家は国営経済の優先的発展を保障するとしていた。54年憲法では、 社会主義建設を目指す過渡期の国家として自らを位置づけていたが1956年に所有制の社会主義的改造を完了して社会主義に移行したことによりこの位置づけが実態に合わなくなった。また1960年に中祖対立が決定的となりソ連モデル憲法の空文化がもたらされた。しかし文化大革命期の不安定な政治的環境の中 法を軽視する、傾向、法的にフィリズムが強まっている時期であり、憲法の改正が試みられるも、実現は容易でなかった。1975年1月17日開催の第4期全国人民代表大会の第1次会議において、ようやく憲法改正が実現された、75年憲法。ただし、この75年憲法は、全30条しか有せず、 この簡易な定裁そのものが、文革的法にヒリズムを体現していた。この75年憲法は、その成立直後に、文化大革命が終結してしまったため、短期間のうちに効力を消滅するに至った。1978年3月5日、第5期全国人民代表大会の第一次会議において、再度の憲法改正がされた、78年憲法と、略する。 全60条からなる。78年憲法は75年憲法を否定し、54年憲法の諸原則に立ち戻ることになったものの、文革の影響を完全に抜け出してはいなかった。中国が文革を完全に生産する立場を確立したのは、1978年末の中京第11期中央委員会第3回総会であり、 この会議の後78年憲法は直ちに改正作業に入った。そして翌年に米中国交樹立が実現した。1982年12月4日、第5期全国人民代表大会の第5次会議において中華人民共和国憲法への改正がされた82年憲法。これが現行憲法となる。中国では、 憲法が制定されてから1年から数年で、政権時の政治的基礎が根本から失われるという事態を繰り返してきたが、この82年憲法の実質的寿命は、際立って長い。54年憲法以下3つの憲法はいずれも、社会主義法建設時期に制定されたものであり、本82年憲法だけが、改革開放時期に制定されたものである。54年憲法は、 社会主義社会へ至る過渡期に制定されたものであるのに対し、75年憲法と78年憲法は社会主義段階の憲法という違いがある。しかも、後者の二つの憲法は文革の後期に制定されたものであり、改革開放時期の政策とは全く正反対の内容を有していた。このような関係から、本82年憲法は、 文革の影響を完全に払拭した内容を持ち、内容的には54年憲法を基本的に掲示しつつ発展させた憲法と位置づけられる。そもそも54年憲法は革命後の中国がまだ社会主義に移行する前の憲として構想され、82年憲法はその前提となる社会を資本主義と社会主義の中間に想定している。しかし、その一方で、 文化路線からの転換を強調したため、第1条が、中華人民共和国は労働者階級の指導する、労働同盟を基礎とした、人民民主独裁の社会主義国家であると定めるように、人民民主主義概念を復活させざるを得ず、理論的には矛盾する部分も持ち合わせている。82年憲法の大きな特徴として、それまでの三つの憲法とは異なり、第2章に、 市民の基本的権利及び義務、公民的基本、都市数を第三章、国機構、国家机の前に置き、前者を後者より重視する姿勢を示していることが挙げられる。しかし、1980年代に入ってからは、計画経済から市場経済へという経済改革が急速に進展したた、後追い的な修正が必要となり、1988年、 1993年、1999年、2004年と全時改正された。ただし、1975年、1978年、1982年の改正が条文の全面改正であるのに対し、1988年以降の改正は一部の条文について改正が実施され、改正された条文が憲法に追記される形式をとっている。 2018年に行われた改正は、経済改革というより、習近平体制の権威強化と長期政権に道を開くことが目的となっている。1988年修正においては、前年1987年の第13回党大会で、中国の社会主義が初期段階にあるという認識が示され、商品経済が容認されたことを受けて、 土地使用権の譲渡と市営経済の公認という二つの条文の改正がされた。前回の修正が社会主義の経済システムにおける計画経済から商品経済への転換であったのに対し、1993年改正ではさらに市場経済に移行することになる。序文の一部と七つの条文が改正された。1999年修正においては、 1997年の第15回党大会における市場経済化の促進 WTO 加盟を視野に入れたグローバル化への対応を受け、序文の一部と5つの条文が改正された。2004年修正においては市場経済化の急速な進展という現状を反映し、14課条の追加がなされた。序文と4つの章全143条で構成されている。 1> 第1章は、総則。第1条から第32条、第2章は、市民の基本的な権利と、義務、公民的基本、都市数。第33条から第56条である。第3章、国家機構、国家机は、第1節、全国人民代表大会、全国人民代表大会。第57条から第78条、第2節、中華人民共和国主席。 中人民共和国主席、第79条から第84条、第3説、国務院、国院、第85条から第92条、第4説、中央軍事委員会、中央ことい、会、第93条と、第94条、第5説、地方各級人民代表大会と、地方各級人民政府、地方各人民代大会は地方各人民政府、 第95条から第111条、第6説、民族自治地方の自治機関、民族自治地方的自治机、第112条から第122条、第7説、監察委員会、冊子会、第12条から第127条、第8説、人民法院と、人民検察院、人民法院は人民、冊子院、 第128条から第140条に分かれる。第4章は国旗、国家、国章、首都、国旗、国家、国旗、首都、第141条から第143条である。現行憲法82年憲法が前提とし、制度化している国家機構の基本原理は人民民主主義独裁、社会主義国家、民主集中制の3つであり、 これらは相互に関連している。本憲法第一条は、中華人民共和国が、労働者階級が指導し、労働者、農民の同盟を基礎とする人民民主主義独裁の社会主義国家であると宣言する。人民民主主義独裁とは、実質上はすなわちプロレタリアート独裁、憲法全文の一形式であり、マルクス主義と、 中国革命の具体的実践を結びつけた産物であるとされる。国体イコール国家の階級的本質を鮮明にするもので本憲法が社会主義型憲法の特質を継承していることを示す。人民民主主義独裁とは国家の統治階級が労働者と農民であるという前提でプロレタリアートイコール人民イコール統治階級の内部においては民主主義を行い、 ブルジョアジー、資本家、地主など、イコールかつての支配者で、現在の非統治者階級イコール的に対しては、独裁を行うというものである。このような原理は労働者階級の先方体すなわち、前衛としての中国共産党による国家に対する、主導を帰結させ、正当化させる。社会主義国家については、本憲法第一条、第二項第一文で、 社会主義体制は中華人民共和国の根本的システムである社会主制度是中人民共和国的根本制度と規定するが果たして社会主義体制とは何かについて明確に定義する規定はどこにもない一般に社会主義体制とは1計画経済2公有性3全衛等の指導が柱となることに異論はないしかし中国においては 1988年の憲法改正において一の計画経済及びそれに関する文言をすべて消し去り、逆に1993年の憲法改正において、計画経済とは相入れないはずの市場経済の文言を規定している。2の公有制に関しては、土地所有権こそ都市部で、国有制が、農村部では、集団所有制が実施されており、私有が認められていない。 しかし流動化のために土地使用権の優勝状渡が認められる今日においては、公有性が堅持されているとは言えない状況にある。したがって、現状の中国の社会主義とは、3の前衛党の指導による国家統治以外に乱すことはできない状態であると、される。第3条第1項は、中華人民共和国の国家機構は、 民主集中制の原則を実行すると規定している。中国の憲法が国家機構において西欧諸国憲法とは異なる特色の顕著な特徴である。民主集中制とは民主主義的中央集権ともいい、社会主義国家に共通する国家機構編成の基本原理であり、旧ソ連ではソビエト制、中国では人民代表大会制により具体化される。 民主集中制には、1人民と国家権力の関係、2国家機関相互の関係、3国家機関内部の関係及び中央と地方の3つの側面がある。1の人民と国家権力の関係とは、あらゆる権力は人民に属することを出発点に国家権力を行使する人代は、人民の直接、間接選挙を通じて民主的に構成され、 人代は人民に責任を負い、その監督に服する。二の国家機関相互の関係では、人代は国家の権力機関として全権的地位に立ち、あらゆる権限を統一的に行使し、行政機関、人民法院、人民検察院を選出する。また、人民政府、人民法院、人民検察院は国家権力機関に対して責任を負い、 活動報告を行い、監督を受ける。三の国家機関内部の関係は、下級機関は上級機関に従い、中央と地方の関係は、地方は中央の統一的指導に従う。民主集中性を採用しているため、中国では憲法上、三権分立は否定される。人代は、行政機関、裁判機関、検察機関を選出し、 その活動を監督するという全権的な国家権力機関であり、人代制度の下では各機関総合間での業務の分業はあり得ても、西欧的な三権分立や司法権の独立を関連する余地はない。また、現行憲法は裁判機関に違憲立法審査権を付与していない現行憲上、憲法実施の監督権限は人代及びその常務委員会に、 憲法の解釈権限は人大常務委員会にそれぞれ付与されている第62条、第2号、第67条第1号。これもまた民主集中性からの当然の論理的帰結である。中国は世界で最も長い歴史を持つ国の一つである。中国の各民族人民は共同して輝かしい文化を創造し、 また光栄ある革命的伝統を受け継いでいる。第1弾で始まる憲法全文の第7弾において中国の新民主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は中国共産党が中国の各民族人民を指導して真理を堅持し誤りを是正し多くの困難と危険に打ち勝って獲得したものである。と規定し共産党の指導の正当性を強調する。 現行82年憲法においては、75年、憲法や78年憲法と異なり、憲法の具体的条項の中に、共産党という言葉は登場せず、それが登場するのは、全文においてのみである。憲法は一方で、全文第13弾及び、第5条第4項において、全ての国家機関、武装力、各政党、各社会団体、各企業、 事業組織は憲法及び法律を遵守しなければならないと規定している。中国の憲法学者の多くは、この各政党の中には当然共産党も含まれると解釈しており、一見共産党は憲法体制の枠内にあるかのようである。しかし他方憲法全文に四つの基本原則が規定されており、しかもこの原則の中核が共産党の指導の堅持であるがゆえに、 共産党は実質的に長憲法的存在となっている。1980年代後半までの中国においては人権について論ずること自体がタブーとされ、2004年改正前は人一般の普遍的権利としての人権の語を用いることはなかった。しかし、この改正により国は人権を尊重し保障する第33条都市初めて 人権の文言が憲法上明記された。ただし、この改正後も第2章のタイトルは市民の基本的権利となっており、社会主義憲法特有の社会主義的基本権の理念が維持されている。特に、いかなる市民であれ、憲法及び法律が定める権利を共有し、同時に必ず憲法及び法律が定める義務を履行しなければならない。第34条第4項とし、 義務の履行を強調している。またその前提として、いかなる組織内し個人も、社会主義体制を破壊するとを禁止する、第1条、第2項と定める。このように憲法上には、近代憲法で保障された普遍的な人権の観念が導入された反面、それらは、本来、市民の基本権でしかないという前提で成立した、条項も維持されている。 例えば、信教の自由についても、宗教活動は国家の管理下に置かれ、国は正常な宗教活動を保護する第36条に過ぎない。外して権利保障の実態は、天安門事件以降も不十分な点も多く、新疆ウイグル自治区における政治半島国や迫害、少数民族の抑圧、インターネット規制など人権状況が劣ったままであることが、 アメリカ国務省の人権状況に関する報告書2009年版等で批判されている。上述基本原理のもと具体的には人体制が取られており、その頂点に存在するのは全国人民代表大会以下全国人代というである。全国人代はあらゆる国家機関の母体であり、監督を行う国家最高権力機関である。 全国人代は最高権力機関であり、代表の任期は5年である、第60条第1項。代表は、元の職場に属したままで職務にあたり、職能的な政治家ではない、第76条第1項参照。会議は、毎年1月上旬に一度だけ開催される、第61条第1項。全国人大閉会中の活動を担保するため、常務委員会が設置されている、 第57条、常務委員会は2ヶ月に一度開催され、全国人大閉会中に、全国人大に代わって選出され、第65条、全国人大に責任を負い、活動報告を行う、第69条、全国人大は最高権力機関ゆえ、その行使する職務は多岐にわたるが、主要なものを挙げると、一憲法の改正及び監督、二刑事、民事、 国家機構及びその他基本的法律等の立法権。3国家主席。国務院総理。国家中央軍事委員会主席。最高人民法委員長。最高人民検察委員長等の人事権。4その他国家の重大事項の審議。決定である。第63条。常務委員会は、これらに加え、基本的法律以外の法律の立法権。憲法、法律の解釈権。 行政法規、地方政法規の取り消し権等も有する第67条。全国人大乗務委員会と共に国家元首として国を内外に代表する。帰選出年齢は45歳以上。任期は全国人民代表大会の任期と同一。かつては国家主席と国家副主席の任期は2期10年までとする条項が、 あったが、この人気制限条項は2018年に行われた憲法改正で削除された。第79条、第2項、第3項。最高国家機関の執行機関であり、最高国家行政機関である、第85条。他の最高国家機関同様、活動のすべては全国人代に従属しており、それに責任を負う。最高国家行政機関として、 全国の地方人民政府を統一的に指導する。中国人民解放軍、人民武装警察部隊等の全国の武装力を指揮、統帥する国家機関である第93条第1項。地方各クラスの国家権力機関としての人代、その執行機関、国家行政機関としての人民政府、裁判機関としての人民法院。 検察機関としての人民検察員が含まれる。民主集中制の結果、いずれも国家機関として位置づけられており、日本のような地方自治という概念は存在しないので、これらは地方自治体や地方公共団体とは言えない。中央と同様に、地方国家機関は全て対応する人代により、選出され、それに責任を負い、監督を受ける。国旗はご成功機である。 第136条第1項。国家は、義勇軍行進局である。道条、第2項。国章は、中央に五つの星に照り輝く天安門を、周囲を、穀物のほと歯車で排したもの。中人民共和国国中禅を聖、照らし明るした的天安、周禅、谷実は、である。第137条。首都は、北京である。第138条とそれぞれ規定する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。